クリミア半島奪還が近づいているとクリミア半島でも大騒ぎになっているとの情報を入手したよ。ついにウクライナ軍が悲願を達成する時が来たらしいね。クリミア半島の奪還はウクライナの人々にとって、とても意味のあることだもんね。そうだね。さて今回は、クリミア半島奪還間近であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。西側諸国からの戦車などの支援を受けたウクライナ軍が、ウクライナ国内を占領しているロシア軍に対して反転攻勢に出るとの情報が伝わってくる中、特に2014年に一方的に併合されて以来その奪還を狙っているとされているクリミア半島において、住居を売却してクリミア大橋で繋がっているロシア本土のクラスノダール地方に避難をするロシア系住民が続出していると、ウクライナのゼレンスキー政権内でクリミア問題を統括しているタミラ・タシェワ大統領代表が述べたことが報じられているよ。タシェワ氏は以前に、現在のクリミア半島には2014年以降にロシア本土から50万人から80万人のロシア人が違法に移り住んで暮らしているとして、ウクライナがクリミア半島を奪還したら、違法に移住しているロシア人はウクライナの法律や国際法によって国外退去となる可能性が高いと発言していたんだ。そして現在ロシア系住民がロシア本土に避難しているとの状況については、どれだけのロシア人がクリミア半島から去ったかについてはウクライナ側にはわからないが、数千人単位の規模でないかと理解しているとして、避難するロシア人の車列でクリミア大橋が渋滞しているとの情報があり、クリミア半島の住宅が多数売りに出されているとして、クリミア半島のロシア人がウクライナ軍に奪還される可能性が高いとして不安を募らせているのであろうと述べたみたい。また、クリミア半島の先住民である少数民族のタタール人による自治を支援している、旧ハブのエミール・イブラギモワ代表は、ウクライナのラジオのインタビューで、ロシア系住民はいずれウクライナ軍がクリミアを解放するとみなしていて、自分たちが報復を受けるのを恐れているとして、すぐに避難することができずにまだクリミア半島に残っているロシア系住民について、そう遠くない将来、ウクライナ軍がクリミアを奪還するだろうとして怯えており、パニックに陥っているのだとも述べているよ。確かにクリミア半島に住んでいるロシア人からすれば気が気じゃないよね。人に罪はないし、報復が行われないことはもちろん、退去することになった人々もしっかりと保護してほしいものだけど、ただ、昨年9月に北東部ハルキウ州でウクライナ軍が反転攻勢に出て成功し、ハルキウ州を奪還した際に次はクリミア半島を目指すとする動きを見せたことがあったけど、その時のウクライナ国防省の報告によるとロシア政府はクリミアのロシア系住民に安全を確約したものの、クリミア自治政府の指導者たちは家族をこの地域から脱出させようとし始めたとされていて、すでに自治政府関係者は家族たちをロシア国内に退避させていると見られているんだ。この報告書ではこのことについてさらに書き加えていて、ウクライナを防衛する軍事作戦の成功によって、一時的にロシアが占領してきたクリミア及び、ウクライナ南部のいわゆる自治政府は、ロシア連邦の領土に家族を緊急に移転させざるを得なくなっている。とした上でクリミア半島は安全だと当局が保証しているにもかかわらず、自治行政機関の関係者やロシア連邦保安庁 FSB 職員、ロシア軍部隊の司令官たちは、密かに家を売り、親族を半島から緊急避難させようとしているが、クリミア自治政府は、民間人が家を売ったり地域外に旅行したりすることを禁止し、ロシア本土とクリミアを結ぶクリミア大橋の通過に制限を設け、ウクライナ軍の反撃に関する情報へのアクセスをあらゆる手段で遮断しようとしている。としてロシア側のクリミア自治政府を非難しているみたい。ウクライナのゼレンスキー大統領はクリミア半島奪還を悲願ともしていて、2022年8月29日のビデオ演説の中で、ウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきたとして、ロシアはかつて我々の領土であるクリミア半島を奪ったように、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとして侵略を始めた、と非難した上でこの戦争は、我々がクリミア半島をロシアから奪還して、解放することによって締めくくらなければならないと主張しているよ。ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記は4月2日に、クリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表していて、その内容にはウクライナ軍がクリミア半島を奪還して解放してウクライナ領に戻った場合における、クリミアやロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針が記されていて、具体的にはロシアが一方的にクリミア半島を併合した2014年2月の以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに踊らされてきた住民に対する政策などが示されているね。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると改めて主張するにあたって、ウクライナ軍がクリミア半島を奪還するために、ウクライナ軍が保有している国際法で禁じられていないあらゆる兵器を用い、あるいは新兵器を試験的に使用する、としており、さらにはゼレンスキー大統領が以前から再三にわたって、クリミア半島を必ず取り戻すと言明していることから、間もなく実施されると見られているウクライナ軍の反転攻勢作戦が、クリミア奪還を視野に入れていて必ずウクライナ軍が攻めてくるとの見方が強まっているみたい。クリミア半島は2014年、当時の親ロシア派であるヤヌコビッチ政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して一方的に併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアによる実効支配が続いているが、ロシアに併合されるまでは、クリミア自治共和国と大きな軍港のあるセバストポリ特別市に分かれ、クリミア自治共和国はウクライナで唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリについては軍港がロシア海軍黒海艦隊に租借されていたことから、この自治共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたからね。ロシアがクリミア半島を併合した2014年のマイダン革命とも呼ばれるウクライナ騒乱では、親ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚したことをクーデターによるものと位置づけたロシアが、軍事介入を行ったよ。それによりクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれ、実効支配していたロシアの主導で住民投票が実施されロシアが併合を宣言したもので、ウクライナはもとより国際社会の多くの国家がこれを非合法として承認していないんだよね。そして、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、併合以前のクリミア自治共和国は国際社会において法的に承認されているほか、クリミア・タタール人の民族自治機関としてクリミア・タタール民族会議が活動しているんだ。人口約230万人とされているクリミア半島では住民の約 60% がロシア人で国籍をウクライナとするウクライナ人は約 24% しかおらず、住民の 80% 近くがロシア語を母国語としていてウクライナ人の間でもロシア語を日常的に話しているため、ヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認めている法律を廃止した際には反発する動きがあるなど、親ロシアという点では東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の親ロシア派武装勢力の支配地域と同様だね。そのために、この先クリミア半島のロシア軍を駆逐して奪還したとしてもその後の姿勢を考えれば、面倒な抵抗勢力となる可能性が高いロシア系住民の存在は、ウクライナ政府にとっては邪魔者以外の何者でもなく、奪還前にできるだけ脅しをかけてロシア本土に移住させて、少しでも危険な要素を排除しておきたいとの思惑があるのではないかとの見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。